じゃないですか、 YouTube でやってる。ゴリポを失ってるわけじゃないんだ、積み立ててるんだ、そのうち配当があるはず。配当はございませんでした。配当はございませんでした。成金してた時クソ楽しかった。まあ、でも成金の気持ち分かるようになるから非常に素晴らしいねシステムだと思うんですけど、ね、さあ童貞殺し来たよ。文字数オーバーの命名に使っちゃったからな。さあレクサスジッチ外から童貞殺し、おお来た、初めて日本ダービー、やっぱダービー、元ダービー王ね、元ダービー全国1位だからやっぱダービーだけは違うのよ。オンラインダービーだけは負けたくないのよね。やっぱ元ね全国1位だからタイムカスやけども、うおーカーペペペペっていうね、童貞つえ。これはもしかしたらランキングいけたか、846点、結構高い何位だ。おまけで何気に精神エスプラついてるしなっていうね。44位、ゲハ撃破、未だタバラを振り落とせっていうね。これは日本の砂の王になりました俺。日本の砂の王です私。 GG ジャパンダートクラシック卿。顔うざい。今日の飲み物は伊藤園さんのリラックスジャスミンティーです。その外にセレクトスト宇宙を通ってマジ舐めてるよね、マジ舐めてると思うんだよね。これなんで買っちゃったんだろうな。いやジャスミンティーかなと思ったらスパークリングなんだよね。スパークリングジャスミンティーとかも絶対美味しくないような気がするんだけど大丈夫かな。さあ行こう、シルバー帯ならいけるでしょう兄貴。おおうえ、伊達にゴールド帯で勝ってた馬じゃねえんだよ。どうも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 、すみませんね、スタートなら待てません。はい優秀です。うえな、さすが都落ちだ。さすが都落ちだ。都落ち舐めちゃいけないよ普通に。やっぱりね大貧民とかでもあるじゃん都落ちって。都落ちは強いんだよ。誰なんだよマジでその顔の絵文字は。本当リッチに肖像権はないからな。さあ行こう。さあここは白来てるけどね、モミジエンペラー来てるよ内から。さあ童貞殺し先頭、押し切るか。あこれ押し切るぞ、これは押し切った、押し切った、強い強い、これは強い、間違いなく強い、こいこい、ありがとうございます。やっぱりねダートの方がこの馬強いな。クソだ負けたーって絶対打ち込む、打ち込む練習してたでしょそれ。うわーダメかーっていうね。カーペペーじゃねえよ、リコヒデさんいたんだ。お疲れさんっす。ボケーっていうね。半枠がスカイですけど、スカイめちゃくちゃいい位置にいますね。あーうちはケツカッチンされたなあれ完全に。さあ来たぞウィンドクロノス、はい、いただきました、ありがとうございます。これは勝ったでしょ、ほらね。だから配信種を舐めないでいただきたい。来たー、大会勝ったー、創生しました。3枠かけた人ね、どんな気持ち。ありがとうございます、クソがボケっていうね。最後の直線で能力による帳尻を切るからあんまり出遅れは気にならないっていうね。いいぞっていうね、ゴリポンないからドローワーっていうね。てる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 、ほとんど差がありません。オーゼリアフロラ3番手、王者の進撃出てる、チンポイントじゃねえの。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あーやっぱ強いなこの馬。盛り返す外側に竹の根を取るて、ここで先頭変わりました。先頭は勝ったね、200を切った。ルーティゴロシ先頭を走る、やっぱ強いな、この馬強いよ、行ったね。これ多分過去最大で強いかもしれないな、もしかしたら。
ちょドバイシーマも行きたいね。カペカペ戦闘え、待てたら脱ぐんじゃなかったの。淀みのない流れです。さあ戦闘は依然としてすごいよな。おお、なんか15すごいぞ。まだ粘っています。行ったね、行った。外を通って門前、見たことある名前が結構いたよ。見たことある名前がいっぱいいましたね。シベアウォーサー早いね。外からウルテイゴロシク戦闘。シベアウォーサー捉えるか。外から上がってきます。ロレンツエレナード一番前に。いや、ロレンツが来てるけど、あー勝ったな。さらにリードを開くロレンツエレナード。やっぱ雨降りゃこっちのもんですよ。先頭はドゥテイゴロシ。今ならセクハラでこの動物を訴えれるぞ。2着です。チー3着にシベアウォーサー10文字になるので手乱にしたんじゃないっていうね。カーペペっていうね。つまんねえじゃねえよ配信主の馬勝ってんのけど、みんな覗くみたいだねっていうね。アフターで覗かないんですね言われたわ。ああ、そうなんだ。覗けばよかったじゃない。ちゃんと向いてしまえしてほしかったですけどね。あと 200m、 ドゥテイゴロシク2馬身のリード。このまま粘れるか。ルートザクラウズ前とは離された。ドゥテイゴロシク強い強い。ドゥテイゴロシク圧勝ゴールイン。ルートザクラウズ2着です。ドゥテイゴロシク見事このレースを制しました。この馬僕の馬この馬僕の馬です。カーペペっていうね。強えなぁ、やっぱ仕上がってきてると強いね。ウィニングポストでもやりませんか、田中さん。ウイポだったら大丈夫です。あなた、あの可愛らしいので多分もうみんな喜んで見に行くと思います。なるほど、わからんっていう。なんか違う病気かな。あ、行こう、ダバラ。さあ、優秀の美飾ろう。伸びてない。あ、伸びてきた。お、行ったな、これ来たんじゃないこれ。その人場面につけてそう。ただのヘリックスっていうね。おう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 おお、強いね。3連勝もう入ったね。強いじゃん。ロレンツ・セレナード OA イコールガスト、ガストといえばアトリエだって。いやーって、強いねこれ。俺ちょっと負けるかなって一瞬思ってたんだけどね、このメンバーだと。俺は堂本より童貞殺しを信じてるぞ。おい、たばらーっていうね。現在童貞は10番でございます。飛んでしまえっていうね。あー来てる、あー来てるね。来てるけどもスカイと一緒に伸びてきてるからね。やばいっていうね。まあ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 、ですね、多分相当強いですこの馬その相当強いですからねこの馬。おいかいっていうね。ダート強いな。何勝目よ。連勝何勝目。凱旋門賞2着から天皇賞ジャパンカップか。あ、天皇賞マイルチャンピオンシップジャパンカップチャンピオンズカップ4連勝ですね。第3コーナーのカーブに差し掛かりました。タバラーっていうね。でも絞ってるね、タバラーっていうね。追い上げてきた。ドゥテイゴロシまだ逃げる。後続集団。おお、だいぶ溜めてってるね。だいぶ溜めてってるよ。おお、いったいった、タバラー。おお、これはこれは頑張った甲斐ありましたね皆さん。皆さんありがとうございます。マヤのトップガンです。タバラ聖騎神騎乗童貞だー、童貞沈めっていうね。これは余裕か。ここまで強いのかこの馬。オンライン3冠カーペペっていうね。めちゃくちゃ強いじゃんこの馬。オンライン行ったら何だったのさっきの地獄みたいなやり直しは。何ですか今の馬、どんな競馬っていうね。さーっていきましたけど。なんや今のって。おや、なんか通ったようだっていうね。さあ、まあフェブラリーステークスでは負けられないですよね田原さん。我々はここは取りたいと思ってますからね。ゴールド対久々の勝利です。ありがとうございます。
あかーんっていうね。いやだいやだいいないやだいい勝ったーっていうね。どうもこの馬の馬主です。どうもこの馬の馬主で堂本です。うえーっていうね、やってもうたーっていう、クソがーっていう。みんなさ、印付きの強さを忘れちゃったのかな。でもスペシャルシュボバーとかスペシャル繁殖牝馬をチョイスするってことは世界を変えるってことだから、それでロストしちゃうのかもしれないですよね。エルボーでたばらっていう。さあ1が残るか3が残るか。いやー、関戸馬馬結構強いんじゃないかこれ。パイパイズリーいるからな、させるかこれ。いけるか、いや届いてるかこれ。届いた届いた届いた、よし一勝。まず一勝。はい、ゼロの皆様お疲れ様でした。来たやろ。よし、ここで一勝。見事このレースを制しました。全敗いったーっていうね。こうやって使えるんですよ。イグ一平着替えました。茶香で潰せっていうね。さあいい位置だよ。ほら異次元のサイコも出てるよ。一平は勝ち組ではないだろうっていうね。さあ余裕でしたね。うん、上なやっぱ芝適性合ってないんですけどね、宝塚。いや、ゴールド対オンライン12勝目ありがとうございます。カペペっていうね、真偽だろうっていうね。ケっていうね、ペっていう。ケとペっていうね、イエスっていうね。これ強いですね。うん、さすがに強いね。これ銀好きが出たらもう負けないんじゃないかっていうね。カーペッペッペッっていうね。オンライン14勝目か、童貞殺し。だいぶ勝ってますね。そしてやや自転車みたいなトレインです。その外からトリアーズロブロイ、前はドラマーアルテナウェポン、先頭を捉えに行く。最終コーナーをカーブして、あー潜っちゃったか。先頭に立つのはドラマーアップ。いや来てるな、来てる。おお強いぞこれ。異次元のサイコ出てる。童貞殺し先頭にドラマアップ。大会勝たせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これは強いな、相当強かったぞ今。クソがーうわーっていうね。だからありがとう。うわーっていうね。5万どうぞーっていうね。鬼強かったなこれ。878点も出たか。もう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました6番シリックオラトール。これを追う2番手に童貞殺し、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。少し間が空いてコモドールクラス、楓姫プリンス、さあまくりを見せます。前はシリックオラトール、シリックオラトール、後続を引き離す。内をついた童貞殺し、いや、いけるかこれ。いい位置だ。さあ来い。おお、いったいったいった。やっぱ強いな、こういうところはね。間違いないんだよねこの馬。素晴らしい。OK ですね。これはまず1勝ですね。ああちょっと前にマックイーンみたいな車高してないっていうね。危なかったですけどね、向こう上面の。まあでも今もうほら車高の決まりも変わったからさ、ずっと前に。さあまずは先頭に立ちます。いや来たんじゃねこれ。2勝目、2勝目来た。異次元の最後まで出てるよ。来てる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 、いったー、2勝目。何が一勝だよ、なめてる。おなめになりなさい、おケツをおなめになりなさい。
俺のケツを舐めろだわ俺のケツを舐めろ。うん、質問ある方はもうガンガン質問していただければと思いますよ。僕が答えられないのはもうここにいるバスへの人たち、ウィニングポストで生きてるような人たちなんで、多分答えられると思うんで面よりは下げてますね。はい、阪神校舎さんこんばんは。もうちょい上げる。いや矢野さんの声がでかいってさ、結構疲れるかな。はい、もらった工藤、これは勝ったでしょ。さすがに勝ったよ。これはチッて今育てる子で2頭ほど馬場適性が鬼なのですが、調べてもいまいちピンとこなくてっていうね。馬場適性が鬼ってどういう、ああ馬場適性じゃなくて、それはあれですね、雨のあの重馬場適性ですね。隣にいます。ああ隣にいるのか。うわやだな、隣にいるんだキララ。うわー隣か、これはだいぶ嫌ですね。あやばい、やられる。これキララにやられるな。スピード値がキララの方が上なのにキララが先に仕掛けた。うわやばいぞ、これやられるキララに。うわキララより、キララ結構早いけど、どっちだこれ。いやキララやられたかもしんねん。これうおーキララーキララーキララかー殺しかー、キララかー殺しかー、さあどっちだ。アスカキララには勝ちました。うんこしてくるじゃないのようんこしてくるじゃないのよ。うんこしてくる。その後ろからは、これ芦田愛菜かイジョップ逃げ切るべ。少し開いて星のリード、しんがりから一回ぶち壊されてるもんな。春前から負けること考えるやつがいるかよ。かっこいい。前頭は依然として売れるわ。ここからまくっていった。ここで先頭が入れ替わりました。芦田愛菜ホワイトビショップ2番手に控えました。3番手に童貞殺し。おおマジ、このメンバーでいっちゃう。手応えはどうか。最終コーナーをこのメンバーで勝てんの。おお強え、強くないこの馬。俺絶対勝てねえと思ったよ今。おお強え強え、あれまあ勝っちゃったよ、勝っちゃった。強いなぁ。